シード聞いたぜ。ドレイクブレスをぶっ壊したんだってな。この向こうに行ってみたいな。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ。綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き返しを渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。見てってちょうだい。おすすめの品よ。どうぞ。ちょうどだね。また来てちょうだい。魔法でしっかり冷やすんだ。魚が腐ったらてめえのせいだからな。大したもの。さて、布を受け取りに行こう。お客さん、何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。あら、これは。すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。ボクラド市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。
今はやめておこう。力を借りるぞ。行け。商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか。こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで。汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかして、あんたはボクラド市場からの行商か？よくご存知で。でも、この人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです。助けてくれませんか？なーに？傭兵の手を借り上がるってのか？そっちがその気なら、俺たちだってやってやる。先生、なんですよ。こいつらを懲らしめてやってください。まったく、いつまで待たせんだ。花からそうすりゃいいんだよ。面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない、おとなしくさせよう。先生、その傭兵をぶっ潰してください。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか？はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺も
あんたが運ぶ荷物に用があるからな。ことがあったなんて、こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら。ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。何をしてきたの？あっちで面倒ごとを解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ、あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな、これが一番好きな色合いだよ。わかった。その布をジルに渡しておく。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ。ジルは北部の白銀行の娘でな。ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど。でもジルに聞いてみたら、今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろう。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。もうすぐ服をくれるんだって。綺麗な服に着替えられる。要件は何かな？知りたいことは？人物についての講義か？
状況の把握を忘れないようにな。今回の講義はここまでだ。風悟の士兵たち、近頃は妙におとなしいですね。何も起こらなきゃ来てくれたんですね。こちらが各地から届いた品です。調子はどうだい？さあ見てくれ。頼んだぜ。猫の向こうに行ってみたいな。なんだい。さあ見ていきな。選択だ。もういいのかい。何の用だ。どれが欲しい。大事に使えよ。いつなら敵なしだ。素材が足りねえみてえだな。大事に使えよ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。また来いよ。こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ。あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか。ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですからモーガンビアードの効能で効き目を増せば薬の節約につながるかと思ったのです。ただこの花の方向を蛮族が好むらしく、採取に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折に
その花を探していただけませんか。探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。何をお探しで？次もごひいきに。あんたたちが残ってくれて助かる。残ったみんなで。チュートン兵め、こんにちは、シド。今はやめておこう。行くぞ。全て片付ける。確かこの辺りのはずだ。モーガンビアードを探してみよう。助かった。
が好む花に間違いないな。大きな黄色の花、モーガンビアードに違いない。せっかく、この花の香りには覚えがある。確か子供の頃によく嗅いだ香りだ。よし、こんなところか。隠れ家へ戻って届けてやるとしよう。この向こうに行ってみたいな。お帰りなさい、シド。モーガンビアードは見つかりましたか？これで合ってるか？ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて、薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃、よくロザリス城で香っていたよ。まさか、満足が好むものとは知らなかったかな。それにしても、薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっと、その花を煎じたものを合わせて、薬を飲んでいたんだろう。確かに、貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど、確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼として、シドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。
新しい種をまいてみようか。オフミルさん、足場が脆くなっている場所を見つけたら報告してくれ。晩飯は何かな。きっとお肉入りのシチューよ。おいよ。下で働く秘訣って無駄口を叩かないことさ。空母の司令たち近っ。
け。清の蔵、これは隠れ家のものと似ているが、何も起こらないようだ。倒す。
力を借りるぞ。
これで少しは安心できるだろう。これでよし。頼んだぞ。危機は去ったわけじゃない。気を緩めるな。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなでマーサを。駐屯兵ね。の方がいいか。今は呼ばない方がいいな。行け。
ありがとう、アンブロシア。危機は去ったわけじゃない。気を緩めるな。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなで。駐屯兵め。あちこち壊していきやがって は。全力で行く。
物か。まったく倒すのも一苦労だ。